こんにちは、さゆりです。皆さんお元気ですか？もうすっかり春になりました。今日は家の近くの公園、栗林公園っていう日本庭園を歩きながら、最近思ったこと、考えたことを話したいと思います。はい、今切符買ってますね。入園料ですね、入園券を買ってます。はい、で、春といえば日本では新しいことを始める季節、時期です。学校だと卒業式があったり入学式があります。で、私はかなり新しいことが好きなんですよ。で、いつも新しいことをしたくて、でも今年は特に新しいことを、この春に始めそうにないんで、少し落ち込んでいました。周りの友達は新しい仕事が決まって就職したり、ワーキングホリデーのビザが取れてまた海外に行くことになったり、他の人と比べてしまって正直ちょっと落ち込んでしまいました。でも考えてみると特に新しいこと今したくないんですね。今の生活がすごく楽しいし、今の場所でやりたいこともたくさんあるし、だから私と同じように考えてる人、同じような考えがある人は別に新しいことを始めなくてもいいと思います。無理してなんか春だからとか他の人がやってるからとか言って、始めなくてもいいと思います。多分何か始めたいなって思った時が始めるタイミングだと思うので、人と比べたりそういう時期だからって言って焦って始めなくてもいいかなって思ってます。はい、でもこれから新しいことを始める人は頑張ってほしいです。新しいことをするっていうのはすごくエネルギーというか体力がいることなので結構大変ですね、楽しい分。なので頑張って充実させてほしいなと思ってます。はい、新しいことを始めなくても普段の生活を楽しくさせるコツもあると思います。例えば私だとよく本を読みます。あと行ったことのないカフェとか入ったことのない住宅街に行って、ちょっと怪しい人なんですけど散歩したりします。あ、写真とかは撮らないですよ。あとは私は料理が好きなんで今まで作ったことのない料理を作ったりしてます。例えばベトナムのオムレツ、私めちゃくちゃ好きなんですよ。カナダで見つけて、なんだっけな、名前ちょっと すいません忘れちゃったんですけど、なんかエビとかもやしとかが入ってるオムレツがすごく好きで、それを作りました。あとアップルパイとか、買おうと思えばすぐに買えるものなんですけど、やっぱり自分で作ると面白いのでそういう遊びをしてます。多分外に出る機会が少なくなったと思うので、そういう何ですかね、クリエイティブなこと、創作的な活動っていうのが増えたかなと思います。皆さんは好きですか？なんかパンを作ったり、わかんない、レゴを組み立てたり、何か自分で考えて自分で作るとか自分で練習するとか、そういうのって
楽しいですよね。なんか消費するだけじゃなくて自分で作るっていうのはかなり時間もかかるし、まあ、めんどくさいといえばめんどくさいんですけど、その作る過程がとても楽しいと思っています。私のこの YouTube もそうなんですけど、まあ YouTube を見るのって結構簡単じゃないですか。見ればいいだけなので。でも作るってなると見てる人のことを考えたり自分の考えをまとめたりしなきゃいけないので結構大変だと思うんですね。なのでそういう創作活動をするのが私は好きです。でもその今 YouTube をやっててちょっと悩んでいるというか、ちょっと嫌なのが完璧主義っていうことなんですね。別に自分は完璧じゃないって分かってるんですけど、どうしてもその動画のクオリティとかを上げたいなって思って、たくさん動画を撮ったけど使ってないものもたくさんあります。それはきっと自分に対してのハードルが高いんだと思います。実は去年の7月頃は毎日ポッドキャストをアップロードしていました。その時は質、クオリティというよりも量を重視していました。今はどちらかというと質を重視しているので、まあ、週に1回、2週間に1回のアップロードになっています。だからその動画を撮る時も結構緊張するんですよね。その7月に撮った時は、まあ、とりあえず撮るっていう感じで正直あまり緊張しなかったんですよ。まあ、緊張はするんですけど今と比べて緊張しなかったんですね。だからなんだろう、もっと自分がリラックスして撮影できる方がいいと思うんですね。まあ、わからない、皆さんの役に立つのがどちらなのかわからないんですけど、まあ、今考えてるのは、まあ、話しながら、私結構部屋の中で話すのが好きじゃないんですよ。一人で話すのとか。だから外で歩きながらカメラに向かって、まあ、こんなことを話すのがいいのかなとか思ったりします。この話は YouTube だけじゃなくて他の言語の学習にも言えることです。皆さんは日本語を勉強していると思うんですけど、たくさんとりあえず文法を気にせず話すことと、文法とか漢字を勉強してちゃんとしたきちんとした日本語で話すこと、それのバランスを取るのがすごく難しいですよね。まあ、それと似ていると思いました。会話だけ上達したいのであればとにかく話すことが大事、とにかくたくさんネイティブの音を聞くことが大事だと思うんですけど、やっぱり試験を受けたり日本で働いたり勉強したりするとなれば、文法だとか漢字とかが読めないと厳しいと思います。なので自分の目標、どこを目指しているのかっていうのをはっきりさせて、まあできればバランスよく勉強できたらいいんじゃないかなって思います。はい。で、結構文法とかこうやって聞くことはかなり上手な人でも話すのがすごい苦手っていう方が結構いるんですね。なのでそういうのはたくさん練習した方がいいと思います。ネイティブの人と、まあ、友達になれるんだったら友達になったり、まあ、オンラインで、ね、先生を見つけて話すのもいい手段だと思います。はい、ちょっと長くなったんですけど、今日は散歩と私の話に付き合ってくれてありがとうございました。はい、皆さんの春がいい春になりますように。はい、じゃあありがとうございました。バイバーイ。